勉強になります、はい、言ってましたね。自分はどの指が一番なんか打弦のスピードが弱いのかっていうのがもうすぐに分かるから、うん、で逆になんかちょっとなんていうの空間を入れて弾いたつもりのとこはどっかみたいな時もあるそこは勉強、あと強弱も、あ強弱ね、でだから自分でもしかしたら調節ができるのかもしれないんですけど、はい、弾いた強弱とちょっと違うなみたいなことがあったんですかね。弾いてる当人としては大変勉強になりますよかったです。もうそうそう、だからね、自分どの指が弱いのか強いのかとかすぐに分かるから、うん、そうですよね、あのとても面白かった。体重の重心をかけて小指でその高音部を叩いてるつもりだけれども、やっぱりそこにやっぱり速度が足りなくって、やっぱりそれが音に反映しているっていうことを可視化できるっていうのはとても勉強になるかな。やっぱり重心が違うからこっちが感じてるのが違うっていうのは大変勉強になる。いやいや、そんなこちらこそ、いいです、ありがとうございます。